ぺこぱ、松陰寺を襲うネトウヨのレッテル。テレビ番組ロンドンハーツでぺこぱの松陰寺太夫さんが 10, 10年後は報道番組の MC をやりたいと明かしました。twitter のサブアカウントでは政治家にリプライを送り続けてブロックされたこともあり、ネット上ではネトウヨなのと噂されています。 ネット浴ですね。うん。この人はね。はい、あのー、見たはね、抜粋されてたのが、虎ノ門ニュース見なきゃとか、青山茂春さん聞きながらちょっと8キロ走ってくるとかね。ちなみに、青山茂春さんは自民党ですけど、自民党の中でも、正直僕のやってる自民党の中でも、ちょっと馬鹿にされてますね。え、相変わらず、金本出してんのとか言れちゃって。まあ <laughs> ね青、ね、山さんがいかにあれな人なのかは何度もこの放送でも言及してますけど青、うん、山さんのラジオをうのみにしてたらダメですよっていう本当に <laughs> ダメですよねうん、うん、僕のツイッターにも流れてきたのがそう芸人は意外とネットよく疑惑ある人多くてかまいたちの山内さんのいいね欄がやばいとか、はいうん、ああはい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 そうなんですよとか言われたりしててそれで思ったのがやっぱりこう 芸人さんってラジオ好きじゃないですか。うん、TBS ラジオってやっぱベテランが出てる感じなんで、日本放送に若手芸人ラジオがあるんで、日本放送聞くじゃないですか。うん、ああ昔ね、富士三系グループといえば諸君とかね、右翼寄りの、ね、イメージでしたけど、うん、ああ今フジテレビがその要素なくなって、はいはい、なぜか日本放送だけ残ってるんですよね。 シェアルとかプッシュしたりとか、かなり保守なラジオを山ほどやっていて。た多分芸人好きで TBS ラジオを聞いてたらそっちにはならなかった人が、日本放送ーてそっちに転ぶ可能性ってすごいあるなと思ったはいはい、はい。気づかなかったわ。うん、でも、そうかも。うん、テレビは違うもんね、今ね。そんなことないもんね。そうそうそうテレビのフジテレビはそこまでの要なくなってるけれども、 多分日本放送好きで聞いてたら、やっぱ関西で、ね、芸人さんが出てる番組見てたら、なんとなくそっちになっちゃうみたいなのと同じで、うん、ラジオずっと聞いてる人っているじゃないですか、同じパターンで日本放送流しっぱなだったら、まあ、染まっていくと思いますよ。るす鋭い。<laughs> てか、すーごい気づかなかったな。うんまあ、僕、日本放送の番組、一回出てたことがあって、だ辛抱梨朗さんも、あの、全く話がかみ合わなかったんで、文春は逃れる時間かいい。聞きましたよ。広かった。<laughs> <laughs> 本当にかみ合ってなかった。かみ合ってるといとか、もう黙っちゃって、俺がその、何のために呼ばれたのかなと思うあの人は、まあ、まあ、ネット欲じゃないけど、まあ、ちょっと大阪っぽい欲じゃないですか。うん、でまあ、うん、あれも日本もそだしね。なるほどね。それか。あの、めちゃめちゃ納得いく。<laughs> うん。あれが TBS 聞いてれば違うかもしれないね、<laughs> 確かにね。うん、そう。あの、それがやっぱり、若手芸人は、 日本放送を聞いちゃうんだろうなと思いますよ。なるほどねー。<laughs> うん、すごい。これは、すごい分析ですね。うん、大阪の番組は見れないんで、ツイッターで流れる、まあ、あの、切り取り動画になっちゃうんですけど、うん、香港さんとか、千原お兄さんとか、うん、あがネット欲ですよね。多分ねー。ちなみに香港さんはプペル絶賛してましたよ。 <laughs> <laughs> うん、まあその辺がちょっとね。TBS の選手は正しくないじゃなくて、本当に聞いてる曲によって、多分それに染まっていくんだろうなっていうだけの話ですよ。ただ、うん、それで青山茂晴を聞いたらまずいというだけです。僕が言っているの。うん、青,そう青山茂晴 <laughs> さんは僕はまずい人です。<laughs> 彼は、拉致被害者を取り戻すために一人で行って、死ぬ覚悟で行くって言って、あの、動画どっか残って思,、うん、っ思うんだけど、行ってないからね。口だけっていうのが一番嫌いなんで、ネット右翼の人っていうのは、右翼民族化と全く違うんで、まあ、口だけ右翼だし、まあ、どっちかと,いうと差別的なことを言う人っていう僕は認識なんで、あの、認めたくはないなっていう感じです。んつけて嘘をつきやすい人っていうイメージですね。<laughs> そういうこと、威勢のいい、 で、あの、体かけない人。まあ、民族風力の人とは僕20年ぐらい付き合ってるのは、体かけてるところはすごいなと思いますよ。う力の人は体かけてるやつ見たことないわ。悲しいですね。口だけって感じです。はい。タブロ研修長草田正義と、黒ブラー吉田豪の噂のワイドショー、ベースにてグッズ販売中、詳しくは詳細文をチェック。 この放送はご覧のユーザーの皆様が支援しています。